どうも、こしんです。ということで、今回は絶対に男がしたらいけない髪型3つということで、お伝えします。あのね、こういう人、いると思うんですけど、まあ、俺顔が全然ダメだから髪型気にしても意味ないんですよ、っていう人とか、いや、俺、顔がブサイクだからな、髪型気にしても結局意味ねえんだよ、という方はですね、ぜひ、侮らないでほしいです。この髪型が人に与える印象というのはめちゃくちゃ大きくて、雰囲気イケメンとかありますけど、本当に髪型で結構かっこよくて、顔見たあれっていう人でも髪型見ただけではめちゃくちゃかっこよく見える人とかいるんで、ぜひ今回の髪型についてちょっと深く、お伝えしてようと思います。ということで、今回は目次として、まず髪型の重要性っていうのと、してはいけない3スタイル、印象がいい3スタイル、最低限抑えるポイント3ポイント、あとはパーマカラーに関してでまとめということで、やっていきます。で、このね、髪型の重要性なんですけど、人は、第一印象ね、パッとこう会った時に、7秒で、その人を印象付けると言われてて、その7秒間でどこを見るのかっていうと、やっぱ見るというか、このやっぱ見た目ですね。聴覚よりも視覚の情報を主に入れてて、聴覚よりも視覚、これ2回目かで、 80% はこの視覚、目からの情報で人は判断していると言われていますよね。で、第一印象を決めるのは7割は顔と言われて、その顔がめちゃくちゃ重要なんですけど、で、視線が集中するこの頭部っていうのが重要ですね。やっぱ一番この特に印象を左右する場所がこの頭部なんですけど、今ね、これですか、マスクしてますよね。今マスクしちゃってるんで、ここですよ。ここからここでもう勝負かけるというか、勝負するのは違うんですけど、もうそこでしか判断できないんで、となるとですよ、ここをこう隠した時に、この鼻のね、この先端かから上ってなったら、もう髪型が8割9割占めるんですよね。で、この8割9割ともうめちゃくちゃ高いんですよ。理美容業界の固定客の再来率、これ 85% って言われてるんで、それと同じレベルですね。床屋の常連客の再来率ぐらいと同じぐらいの高さなんで、ちょっと専門的な知識になっても申し訳ないんですけど、それぐらいですわ。8割9割ってなると、8割9割ってあれですよね、野球選手でも3割言ったらいいって言われてますからね。8割9割はもうなかなか無理だろうっていう話なんですけど、それはどうでもいいか。で、あともう一つ言われてるのは、人は一回インプットした状況をなかなか変えられないということですね。これは人にパッと初めて会った日の印象が、その後6ヶ月間は書き換えられないという、結果も出ているんですよね。研究結果も、私これGoogle でちゃんと調べたんで、嘘で適当に喋ってるわけではございません。はい。なんでこの一発目がもうめちゃくちゃ大事なんですよ。で、一発目はね、やっぱ大事にしようということで、一発目というのはいつですかという、なりますけど、誰とどこで会うかわからないということで、毎日ちゃんとセットしましょうという、答えにはなるんですけど。ってことで、早速してはいけない髪型3つ、お伝えすると、1つ目っていうのが、これですね、極端な坊主でございます。で、今回はちょっとウィッグをね、ちょっと交えて、こっちにしようか。こうウィッグをね、交えて。これですね、極端な坊主。これちょっと違うのが、スキンヘッドとはちょっと別で捉えていただきたいんですけど、スキンヘッドの方はもう清潔感の塊でしかないんで、バカにしても何でもないです。スキンヘッドはいいんですけど、毛がちゃんとあるのに坊主にしている方ですね。これは、やっぱ理由としては、どうしても、いかつく見えてしまうんですよね。効率性とか楽やからっていう人とか、いや、俺は見た目とか気にしねえんだよとかいう人ね、男はここだ、中身だとか、
見た目なんか気にしねえんだよっていう方はぜひ坊主でも構わないんですけど、見た目とか印象、清潔感という面で見るとやっぱりあのいかついという印象がどうしても、ついてしまうので、ちょっとね、やめた方がいいよという、意見で、はい、とどめておきましょう。で、2つ目はやっぱこのロングですね、男の人の長髪、なんですけど、やっぱあのこれもまあ正直あの個性派で行きたいとか、俺は個性出したいんですっていう人とかはこういう男のロン毛もまあかっこいいっちゃかっこいいんで、人と違い出したいとかいう人は全然いいと思いますけどね、こういう真ん中でかき上げたりする男のも結構かっこいいと思うんですけど、やっぱりこういうね耳周りとかがやっぱ清潔感に欠ける部分があるんで、そこはやっぱ注意してほしいですね。はい、ということでこの3つ目、これね3つ目は めちゃくちゃ穴場がちです。穴場です。穴場見落とされがちなんですけど、もうね一周通風呂ってやつですよ。一周通風呂、これね意外とやってる人とかいると思うんですけど、一周通風呂ね、これめっちゃ楽で、一周通風呂すると次散髪するまでがだいぶ長くてもいけちゃうんですよ。ここ裾がないんで髪の見てもあんま気にならないっていうのもありますし、上は伸びても長くなるだけで、そんなねすぐ散髪しなくていいという利点があるんですけど、まあ正直この毛が柔らかい人とか毛が寝る人はいいんですけど、この直毛、特に直毛の人はこういう感じになるんですね。ちょっと斜めってますか、斜めてないか、こう直毛でこうピンってね傘みたいになっちゃうんですよ。でまあパーマかけてたりする人はいいんですけど、こう直毛だとピンって浮いてきちゃうんですよね、この後ろとかも。これがちょっとあんまり清潔感どうのこうの前にあんまかっこよくないかなって思います。で、まあ、これちょっと紛らわせてこうカラーしちゃってるんですけど、それはどうでもいいかということで、しない方がいいよっていう髪型、3つはこちらでしたね。ということで次は印象がいいよという3スタイルを紹介すると、まあ、1個目は安定のショートスタイルですね。これはもうどんなショートスタイルでもやっぱり毛が短いと印象はめちゃくちゃいいです、男の人は。なんでショートスタイルはぜひおすすめですね。はい、そして2つ目が横、これ僕の髪型ですね、こっちの方がいいか、こう横を2ブロックでの後ろ刈り上げっていうスタイルなんですけど、これは結構してる人も多いしおすすめで、このウィッグもそうなんですけど、横ね、横2ブロックの後ろを刈り上げるというスタイルなんですけど、結構かっこいいと思いますね、このスタイル。はい、あと清潔感もあって結構おすすめのスタイルですね、横2ブロック後ろ刈り上げ。やっぱでも刈り上げるとどうしてもすぐ散髪しないといけないっていうのもあるんで、まあ、横は2ブロックということで、2ブロックにするとまあ2ヶ月ぐらいは、2ヶ月頑張って3ヶ月ぐらい持つんかなって。で、3つ目ですね、3つ目がこの一周刈り上げスタイルってなると、やっぱ、こういう形ですね。ちょっとビッグの種類めちゃくちゃあるという、今まで出てきたやつ全員違うビッグというなんですが、これはちょっと柔らかいタイプのビッグという、まあ、いろんな種類のビッグいるんですけど、まあ、イケメンやったのはそれいいか、これはちょっとあまりイケメンではないんですけど、一周刈り上げというのはこちらですね。これも結構清潔感あるしいいと思います。はい、簡単ってことで、次はこの最低限抑える3つ、ですね。もうこれだけ、正直。